なんでこんな汚しとるんですか、ここ。なんでこんな汚れてるんですか、はい、戻ってまいりましたけど、岸さんは、自分のティッシュを片付けております。お米は大事、お米は大事だね。戻りました。音のズレとかも大丈夫ですかね、うん、はい、大丈夫かな、大丈夫、あ、戻った、すいません。はい、どこまで聞けてました、皆さん。さあ、このゲームは4人プレイ、4人プレイができるということ で、はい、まずは2人、うん、2人、2人木曜日はね、うん、視聴者の皆さんの中から、はい、お二人を、お二人を選んで楽しんでいただこう、4人プレイを楽しんでいただこうということでございますので、はい、日曜日の、はい、14時から、20時一緒にできるという方を、フルタイムで、お二人フルタイム、フルタイム、はい、6時間一緒にやらなきゃダメです。6時間一緒に遊べる、はい、我こそはエースだという人、そうそうそう、うん、ぜひ抽選です、抽選です、遊びに来てください。はい、はい、まあ来週の放送でちょっと細かいところ言いますけども、うん、あのディスコードにディビニティの部屋作りますので、うん、そこであのやりたい人をちょっと募集して、うん、抽選で2名って感じになります。うん、はい、なのであのまああれです、野水さんの苦しみを皆さんの中の2人も味わえるということです。山田の、うん、あの、うん、しっちゃかめっちゃかにする感じを、うん、はい。やっていただく形になりますので、はい、よろしくお願いいたします。ちなみにちょっと私やったんですけども、すでに、うん、よ、まあ、よくも悪くもって言い方と違うんですけど、うん、とにかくディビニティです。ディビニティやったことがある人からすると、うん、もう完全にディビニティなんで、うん、あの安心してくださいって感じです。分かるような分からんような話だが、とにかくディビニティだから安心してる、うん、面白いってことですね。そうです、ディビニティが好きでやってた方は間違いなくディビニティですという感じになっております、うん、はい、でまあまあ、はい、追加要素とかももちろんあるはあるので、燃える豚ね燃える豚は前から、動物語ね、動物語、動物語、ね、動物語もありました前から、うん、あるんです実は。なんだ、臭い服とか出てくるの、臭い服、臭い服ってあったっけ、いや分かんない、分かんない、でもなんかあれなんだっけ、なんかあった気がするんだけど、それまあまあまあどの辺が新しいのかも確認しながら遊んでいこうという、うん、あ、ちょっとねそこね、あの説明してくださいって言われてたんで、あの、うん、今ちょっと若干口頭で、どうぞどうぞ、そうそうそう、ですね、うん、ちょっと PV にもありましたけど、うん、アンデッド、あれなんですけど、うん、最初にというか、まあ、選べる種族、うん、全部アンデッド化できます、うん、ほー、はい、自分でキャラクターを作るときに、うん、例えばエルフを選んだら、うん、エルフのアンデッドにするか、ヒューマンの、まあ、ヒューマンだったら忘れたけど、人間の、うん、アンデッドにするか、お、うん、じゃあ倍だもん最初から、まあまあ、そういう意味ではそうです。なるほど、うん、なので、うん、まあ、アンデッドはもちろんあのヒールをかけても回復しないとか、うんうんうん、逆にそれがダメージになるとか、ね、うん、そうそうそう、うん、あとはその街にうん、そのまま行くと、うん、みんな逃げる、キャーお化けよと、そうそう、むしろ何だったら攻撃さ、衛兵に攻撃されちゃうみたいな、ほう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 、それはちゃんとあのフードがある頭防具を装備していけばバレないよとっていう、街にお化けが潜り込んでくるんだ、そうそういうところまで本当よくできてて楽しいね、それはね、で高低差の概念もできているので、うん、あのある程度高いとこから攻撃した時に、うん、あのまあ、もちろんそれ表示されるようになってるんだけど、うんうん、ちゃんとダメージが 10% 上がりますよとか、うんうん、そういうのができるようになっております。いい、うん、なのでね、より楽しめる感じの要素が増えつつも、うん、あの基本的にはディビニティの正当進化版っていう風に思っていただければ大丈夫ですね、はいはいはい、まあ、ロールプレイがはかどるっていうところ、はい、うん、であとは、ディビニティ1をやってなかったとしても、うん、物語的には、1から1000年後のお話なんですよ。そう、はい、完全1000年後なので正直そうなの引き継いでるものっていうのはあるはあるんだけど、うん、一応1をやってたら、うん、多少ほんの多少、うん、あ、こういうのがいたなじゃないんだけどっていうのがあるぐらいの話なので、うん、2からやって全然問題ないです、うん、はい、だそうですよ皆さん、うん、もう異世界みたいなもんです、うんうん、なので、ちょっとねその辺は心配していただかなくても大丈夫なんで、はい、シミュレーション RPG で、うん、すごい結構かなり濃いので、うん、クエストとかもやり方がすげえたくさんあったりとか、うんうん、なんだろう、その辺の特に関係ない家の扉を焼いて、うん、鍵がかかってるやつを扉を魔法で焼いて、もうええやん、入ってたりとか、燃やして入ったらええやんってそうそう、そういうとかも全然できるっていうものになってるので、やり込みっていう意味ではすごいやり込めるゲーム、うんうんうん、はい、
なので、こちらはですね、そういうゲームが大好きという方はぜひ、うん、来週の31日発売ですので、ぜひ、ご購入いただいて、まあ、ちょっと狭き門ではありますけども、野水さんと山田と、11月3日に遊ぶ機会がありますので、3日ですよ、はい、3日です、はいはい、ぜひ、そこを狙ってみてください。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、以上です。よっ、うん、もうちょっとコメントさっきからずっと見てたら、みんなスケベが好きすぎるぞずっとずっとスケベスケベ言っとるぞ。ちょっとエルフって言っただけじゃん。俺違うぞエルフがアンデッドになるって言っただけなのに。スケベかスケベじゃないかが選べるわけじゃないぞ本当に気をつけてみんなちなみに、ね、初回特典でのやつで、うん、またアンチョコついてたりするんで、うん、はい、その辺は狙ってみてくださいって感じですね。ぜひ序盤を、序盤とか、アビリティとかのスキル の、うん、効果のやつとかすげえたくさんあるから、うん、キャラメイクの時にどんだけ選べんねんみたいなとか、うん、じゃあスケベなのもいるかもしれない。それスケベなのもわかんない。スケベあったっけな、ちょっとわかんないけど、わかんないけど、うん、もしかしたらスケベエルフになれるかもしれない、はいはい、ぜひ皆さん、うん、自分の目でご確認ください、はい、僕は何も知りませんから。小木さんは別にスケベル声優では俺はございません。出てません。出てません。はい、はい、です、はいはい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、はい、以上でございます。よ、ではさようなら。そうすぐなんですね、はい、もうだって今ここから5分喋ったらあれ結局12時超えますからね、はい、いつもと一緒ですよ今日は。もう後半疲れてないじゃん。全然後半じゃないですけど、うん、ずっと手振ってるけど全然終わんないそれじゃあ皆さん、まあ明日ね、とにかくミニさん、松島さん、佐保先生来ますんで、はい、明日も見ていただきつつ、ま、はい、来週はね、小木さんの本当にクリアしちゃうのか、僕は見れるかもしれない。そうだね、セキロを。そうだよね。そうだよ。いや本当分かんないからさ、もう絶対来週源一郎さん出てくるからと思うけどね。と思うよ。もう、うん、こんなお膳立てされてますからね。そうですね、ついに、はい、うん、源一郎様と再会でございます、うん、さあ、はい、人間を辞めた源一郎様はどんな姿で現れるのか、うん、乞うご期待。それでは皆さん、さようなら。おやすみなさい。またね。またね。